皆さん、買ってますかモンハンラジオ。モンスターハンタークロスステーション。はい、モンスターハンタークロスのプロデューサー、小島慎太郎です。お願いします。はい、どうもです、えー。声優やっております。ノーマルプレイヤーこと増田敏です。はい、よしくです。 プレイエーイあーということで始まりましたけどもはい、はい、前回までは「モンハン部」放送局セカンドでしたが今回から「モンハンラジオ」がリニューアルということで「モンハンラジオモンスターハンタークロスステーション」としてお送りいたします。 この番組はこれからも全国の皆さんのハンターライフを。より豊かにより楽しくハンターであるあなたをとことんサポート。が合言葉でございます。そうですよ、できるのか。できますよ。できますよ。やっていきましょう。はい、でですね、まあ新しいタイトルの通りですね。はい、十一月二十八日発売予定のですね、モンスターアカクロスの情報をね。メインにですね。まあどんどんモンハンシリーズも含めて、まあいろんな楽しさをお届けしていきたいと思っております。はい、頑張ります。はい。 リニューアル第1回ということで、はい、あの僕たちの番組への意気込みを思いっきり宣言しておきたいと思うんですけどいいですかい<ー>っちゃいますかい<ー>っちゃいましまあ僕らのことまだわかんない方もいらっしゃいますからねじゃあ僕雅俊からいきますねですねこの番組を通して、うん、全国のハンターたちが一緒に僕と一緒に狩りに行きたくなるようなそんなフェアプレイを心がけていきたいと思いますよろしくお願いしますフェアプレイイイーそして。 はい、私、上田んだから。意気込いでございます。えそうですね。モンスターハンタークロス。はいに行こうぜ。まあまあね、まあ、今回、あの、初めて、第一回目ということで。ね、いろいろ自己紹介も含めて、いろいろとね、このモンスターハンタークロス。ね、このラジオがどんなもんかという。そうですね。 ちょっと紹介していけたらと思いますので<え>というわけで今回からこんな三人でお送りいたしますこの番組はカプコンの提供でお送りしますモンスターハンタークロスついに狩猟解禁従来からの全十四武器種に 新要素の狩り技と4つの狩猟スタイルを掛け合わせて今までにない自分だけの狩りが楽しめるさらになんとあのオトモアイルーを自分で操作することができるニャンターモードが追加新しい村やフィールドそして4大メインモンスターたちが君を待っている「モンスターハンタークロス」で己の狩りを見つけ出せ体験版も好評配信中「アプコン」 『モンハン,ラジオモンスターハンタークロスステーション』はい改めまして「モンスターハンタークロス,ス」スロスのプロデューサー小島慎太郎でですす田、えー、です。上田玲奈です ね、小島さんはですね、うん、モンスターハンタークラスのプロデューサーさんというのは分かってるんですけどもはははいはいはい僕、はい、ら二人がモンハンとどんな関係があるのかっていうのは、うん、この放送を聞いてる人は全く分かんないと思うんですよね。ねそうね、うん、ハンターとしては どらいプレされてですすかそうね恐ろしくこううも日夜ずっとやってるようなプレイヤーではないんですけどもでもやっぱりプレイヤーとしてはもう7年目ぐらいですかねおおセカンド G からやらせていただいてなるほどやってた時期はそうですね学校の授業の合間と合間でも学校の時とかでやっぱりこう放課後だったりとかなんかこう友達とのコミュニケーションでは活躍した感じだったんですかねもうずっとですねああ嬉しいですねずっととですそそれこ大かなん もうもう意気込みとしてはですよ。三日間寝ずにモンハンでしょ。そして上田さんですよ。ね、やっぱりハンターとしてね、本当ね、オーラバリバリじゃないですか。買いに行こうぜ。ね、さっきもね、意気込みもね、ついてこいみたいな感想。買いに行こうぜ。そんなね、上田さんのハンターランクはゼロ。 ちょっともうあらすみさんあーとこじさんはいもう少しですかうんハンターランクは X ですかそんな上田さんのハンターランクははいゼロいやいや始まってねえじゃねえかよまああの初心者ハンターさんの立ち位置の方欲しいなということもありましてですねはいねここからいろいろと育っていく上田さんも見ていただきたいそうです私成長しますからこれからほほほこれからバシバシあのマサさんを もう、追い越してふみ台にしておどんどんふみ台にしてどんどんどんど前情報で立てるふみ台にはできるかもしれないけども上がっていきますよ、私なるほどなるほど楽しみですよね最初は怖がってもいいんです大きいもの、モンスターはモンスター大きい大きいですからねそのモンスターに立ち向かって頑張って勝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 つぞウィーンウィーンウィン元気だな そんな感じです。はい。頑張っていきましょう。そう。そしてですね、あともう一つ上田さんは、あのモンスターハンタークロスのまあの始まりの村、まベルナ村、荒芸の村があるんですけども、そこに登場する今回えっとおとまえるとか、出演してくれるまあ猫女、猫のお嬢さんと書いてカティちゃんといるんですけども、そのカティちゃんの声やっていただいてます。ありがとうございます。あれ？ おかしあの僕もちょっと役者声優業やらせていただいてるんですけどおかしいな僕モンスターの声でもなんか来るんですかいつかモンスターの声依頼したことないなあれちょっとやばいぞこの二人横並びで始まってるはずがなんかもうアドバンテージ稼いでるじゃないですかいやハンターランク分まだいや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 でイーブンあいい分なんだ今今ハンターランク50で50ぐらいであなるほどで上田さんはハンターランク じゃあ僕は常に上田さんのハンターランク50分稼いでずっと行かなきゃいけないんだそうそうその分常に頑張って頑張りましたえマジかえっうそだろそういうふうな感じでまあね初心者ハンターではあるんですけれどもハンターまだなってないぐらいですけどモンハンに立つモンハンとやっぱモンハンね好きイやって頂いているバサさんとこの2人でやっていくというのを皆さんには知っていただきたいということでこういねええ 皆さん勝ってますかモンハンラジオモンスターハンタークロスステーションはい改めましてカップコーンの小島慎太郎ですしお願いしますダーマスそしてそして おう元気だね、はい、前回からついに始まったこの番組「はいはい、モンハンラジオ、はい、モンスターハンタークロスステーション」はいえー、この番組はですね、えー、全国の皆さんのハンターライフをより豊かにより楽しくハンターであるあなたをとことんサポートが合言葉でございますはい、そして11月28日発売予定の「モンスターハンタークロス」の最新情報などなどを中心にですねモンハンのいろんな楽しさをお届けいたしますはい、はい ええ、さっきから、はね、あの、これ、公開録音でございますから、ラジオを聞いてる人たちはですね。スタジオとは違った雰囲気だなと思っている。そうですね。僕たちは徳島の街遊びのステージに来ております。いや。もう、もっと声を聞かせろ。おお、いいな、いいな、元気な。う嬉しい。もう、でかいですね。もう、ね、二回目。 登録ができるってすごい嬉しいですねタイミングが良かったあー良かったこの時点はですねまあ街遊びなんですけれども皆さんここはね仮遊びという感じで仮遊び仮遊びモンスターハンターなんでそんな感じでやっていきたいと思いますなるほどはいということでね街遊びのステージからお送りいたしますはい。じゃあまずはこれ出してください アクションとありますねこれ狩技と狩猟スタイルと大きく、まあ、今回のアクションには追加されたのが2つあります今までもシリーズであれば、まあ、14武器種今まで 4G まであるんですけど、まあ、15武器種が、ね、増えるっていうのが大体の流れだったんですけども、はい、あえてそれをやめましてですね新しいアクションを追加それぞれの武器の可能性を伸ばそうという,ふうなのがモンスタークロスですねなるほどでその1つ、はい、が狩技じゃあ次お願いします はい、先ほど、ね、前半でも出ておりましたが、ね、ちょっと派手な技ですね、うんまあ、ハンターが狩りの中で精神力を、ね、爆発させてクリアする大技と、うんまあ、必殺技って言い方はあえてしてないんですけどこれはあの攻撃的な技以外にも自分の身体能力を上げる技だったりそうです、ね、味方をサポートする技とかもあるので、うんまあ、狩り技というそんな表現していますね。 いうものでそれぞれの武器集それぞれこの4つのアクションっていうのが特徴的に違いますあの、うん、モンスターアンタ 4G までやってる方ではおなじみの、まあ、アクションができるのがギルドスタイル、まあ、とりあえず悩んだらギルドスタイル選んどくよと従来の動きができる、はい、動きができでるのがギルドスタイルで,で先ほど言ったのストライカーっていうのが仮、ね、技をよ3つ持っていけるという、うん、一番他のスタイルよりも、まあ、たくさん持っていけるのがストライカー仮技を使えるゲージがたまりやすいのもストライカー,ーバンバン使いたい人はストライカー。 あれは楽しいですね、うん、本当に大技をバンバン繰り広げられる。なんですよね。うん、そして、えっと、今まではだった総中ンで、まあ、モンスターの上にジャンプとかできたんですけれどもこのエリアルスタイルっていうのを選べばどの武器でも、まあ、モンスターを踏み台に、まあ、ジャンプ攻撃ができるという風なのがエリアルで、まあ、今までリーチがちょっと短くて高いところ攻撃できなかったりとかそういうのはもうエリアルスタイルでモンスターを踏み台に高いところを攻撃することで狙えたりとか。 まあちょっと従来のアクションとも違う縦のおくが入ったちょっと面白いスタイルですねそして最後の武士道スタイルこれはですねあの、うん、モンスターの攻撃をギリギリで避けることによって反撃ができる、まあ、ジャスト回避っていうのと縦がある、まあ、武器だったらジャストガードして反撃できるという。 まあもうギリギリで避けなくちゃいけないんで非常にテクニカルでまあ格ゲーでドうジャストガードみたいなね。うん。うんそう,うクロード好みな。そうですね。まあアクションにこう自分は得意だとかモンハンまあもう大体もう俺は極めだとか<ー>そういう人にはちょっとおすすめのスタイルとなっております。いいどのスタイル使ってみたいですか。どれ使いたいですか。ええー、私飛びたいです空。飛びたい。あ あの、ふんわりしてますけど、エリアルってことですね。多分そうですよね。空を飛びたい。僕も飛びたいですけどね。ああ、いいですね。飛びましょう。行きましょう。なんなら体験でぶっ飛ばすのは一つの手ではありますけど。そうです。それもいきます。じゃ、僕ぶっ飛ばしますよ。ちゃんと。ああ、切り体験とか使いますからね。ああ、ぜひぶっ飛ばしてください。いや、武士道とか使いたいですね。僕は。あ、さすが。いやいや、僕はそんな上手くないんですけども、やっぱり武士道を使って、使いこなせるのを見ると。 絶対かっこいいじゃないですかそれはね、見てる分にはめちゃくちゃかっこいいんですけどね多分今日来てるハンターの人も武士道が一番気になってるんじゃないかなって僕思うんですよ確かにねぜひね、やってみてほしいですね最近までね、武士道の存在とかも名前は出しててもどんなもんかってちょっと言ってなかったりもしたんでまあいろいろと最近話題になってるスタイルの一つですねはいはい、そしてじゃあ次も行きましょうか画面出してくださいはい、四大メインモンスターとはい、じゃあ次お願いします これはパッケージにもなっている、まあ、モンスターなんですよ、うん、ディノバルド、まあ、これ重粒子という日本の足で足す、まあ、ティロノサウルスとか非常に、ね、あ,<ー>あのタイプの恐竜に近い、まあ、モンスターなんですけど肉食系だそうなんですよ、まあ、背中のトゲとか一番特徴的なのが尻尾の巨大な体験というか虚剣、ねうん、みたいな感じのを振り回すんですごく気をつけてほしいという、ね、力強いモンス雌雄で,、ね、でもできましたよね、ディノバルド。 いやもうてやつは手強いですよ。はい、今日一組だけマルチでクリアしてたんで相当上手い人たちでしたね。聞こえましたよあの大歓声。ねえ盛り上がりましたね。じゃあ次のモンスターどうぞ。はいガムートですね。うん、これはあのマンモス型のモンスターで、えー、モンハンシリーズの中でもあの普通のフィールムで出てくるモンスターの中では一番巨大なモンスターなのでそれ実際に見ていただければと思います。じゃあ次お願いします。 ライゼクス、うん、これは飛粒種のモンスターで、まあ、モンハでよくいる、ね、翼を持ったモンスターなんですけども<ー>まあ体にイカずしというか電気をためることによって特殊な攻撃をする、まあ、ちょっと変わったモンスターですね。うんはい、じゃあ次お願いしますあらこの子はですね、まあ、あの狐とか蛇とか、うん、まあそういうのはちょっとイメージした和風な感じのイメージのモンスターで,ーいいで、ね、特殊な攻撃で泡を飛ばしてきて泡、ねうん、泡です。 シャボン玉的なことですか。それを食らうとお肌がツルツルになるっていう、ね。<え>ツルツル嬉しい。<laughs> ぜひ会いたいですね。ツルツルになるとハンター的にはどんな効果があるんですか。健康にある。健康になる。すみませんちょっと嘘をつきますけど、<laughs> <の>ステータス部分に健康。<laughs> <laughs> すみません。本当はあの滑るんですよハンターが。 足元がトるルるんてこけてしまう特殊な攻撃するんであよかったギャグ言ったりしたらシーンとなるかと思っほらこんな空気ですよああうまいね面白い面白しろいまだ戦ってないからねしゃもは食らってないからねよかったみんな優しいね優しいあったかいね好きね寒いのにはいじゃあ次いきましょうそしてはいはい でその他にも、ね、いろんなメインモンスター、まあ、シリーズで人気のメインモンスターも結構、それぞれ出てきてますともともと海イ、あのー、出てきてるんですけれどもこいつも、ね、元々水中に出てきてたモンスターが復活してるんですけどうん、うん、今回、水中ステージがないんで海竜,海竜って名乗って大丈夫なのかなと思いつつも、うん <laughs> えー、ラギアクルス、どんな動きをするかはまたちょっと、ね、実際に見てもらえればと思いますね。うんはい、じゃあ次お願いします まあね、あのシリーズやってる方にはおなじみの村たが結構登場するんですけども、うん、まあここと村ポッケ村ゆくま村とここら辺をも移動してきて、でベルナ村っていうところがまあ拠点になる高原の村なので、うん、ここをまあ元にいろいろまあお話が進んでいきますよという風うな感じです。はい、はい、次お願いします。うん、はいフィールドの方もね懐かしの盛岡だったり雪山だったり、ね、渓流とかもまあ段差がついたりして。 えここら辺もちょっと懐かしい感じで遊んでもらえればとそして新しい小大輪ですねこれは恐竜がいたような白亜紀だったりジュラ紀のイメージの新しいフィールドになっておりますはい、うん、はい。じゃあ次お願いしますね。で先ほど言いましたけどニャンターかわいいどうですかこれもう早く早く一緒に戦いたいです、えー、かわいいニャンターをされるんじゃなくてニャンターと一緒に フェーストに行きたい感じですか。あ、そうか。自分がなニャンタになるんだ。なれちゃうのよ。<う>ニャンタにな。 あ、今びっくりした。第一回の放送の時その話をした。そそかそかそか、そうですね。ニャンターがね。でもニャンター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 もできるんですね。四人ニャンターはできますね。や、まあ四匹というか。楽しみ平和ですねなんか。でもこれもしあの一人ハンター三人ニャンターだったら完全ついてく気まんまみたいなね。そんなプレイも別にオッケーなんで。いいですね。そうですね。そこはね仲間内でいろいろ決めてもらえればっていう感じです。はい。 前回はまだ番組第2回だというのに、うんえー、徳島のイベント街遊びでいきなり公開録音やってしまいましたね。<laughs> そうね、あの徳島ラーメンが美味しかったあー美味しかったすだち入れるとあれめっちゃ美味しいんですよそのパターン行ったそのパターン行きました生卵じゃなく、入れずにすだちを入れました爽やかでしたよ、そんな思い出。そうね、あとひないどりも美味しかったあー、あわおどりとかねそうそうそう、あおどりだわそうそうそう公開の方の話じゃねーよ、これ前後の話じゃ イベント中の話が一切出てこない街遊びって、うん、あの僕も,もうあの前のタイトルとかでも行かせてもらってるんですけど、はい、なんかお客さんとの距離が近くて、うん、ちょっと面白いですよね東京のイベントとはちょっとなかなかないなんか徳島ならではというか、まあ、地方ならではのイベントでまたなんか行きたいなと思うんですけどね。うん、そうですね,ね公開収録 熱気が山は寒いんですけどもお客さんのねそうそうそうあの方はもう敷き詰めるほど皆さんね押しかけてくれたけどあれだけやっぱモンスターハンターのファンっていうのがやっぱいるんだなっていうのを改めて実感できたといやいやモンスターハンターのファンとそして次のライブを待ってるお客さんがいましてきてねやってましたねやってましたねそういう僕もききたたたくてて待っららねそしいなり アコースティックバージョンの曲が流れて、ちょっと良かったですね。最後まで聞いてたんじゃないですか。あれおかしいな。コジさんなんか次のなんかね、山降りてからなんか出なきゃいけないけど、俺駆けつけっていう話は、いやもう間に合ったんですか。車待ちの時にちょっと聞いてて、うまいなこの子って聞いてたね。良かった。ちょっと一曲聞けて良かった。 楽しい待ち遊びがありまして、はいね、はいはいはい。まあ,まあまあ今回の配信はですね、十一、うん、月十九日ということで、<お>なんとモンスターハンタークロスの発売まであとたったの九日なんです。うえ九、ー、日はあね、発売直前ということで、え今回も最新情報など盛りだくさんの内容,や内容でお,お届け。<laughs> どうした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 ？どうくなったの。<laughs> ってんだ。<laughs> いやいやいや違うんですよ。うすよいかいか。 そうそうそうお届けしますよ。そうですね。なんだか小島さん。そう。今日おかしなことになってませんか？ブス。なんかねいろいろありますよね。なんですかこれ？これねあのまああのモンサンタシリーズのシリーズのプロデューサーの辻本涼三さんって方もあのラジオやってるんですけど、その後に我々は流れで撮ってるわけですよ。そうですね。先ほど撮りました。そうしたら我々の時にはないドリンクだったりとか。 いろいろお菓子とかがあ、待ってこれ何？これしてる急にいついこれ地元富山の白海老せんべいじゃないですかえ、どんなどんなどんな味するのえ、これですか白海老の味がしますおー白海老のちょっと聞かしておくれよ白海老の味しますよちょっと白海老の白海老うまいよねいただきます食レポはい、音はいいね音がどないどんな味がするんだいうんうん 白エビでしょうねしょうなはいはいそんないや白エビめちゃくちゃうまいですよということでじゃあドリンクも飲ませていただきたすめっちゃ富山の絵が失礼やら絵がや美味しいね美味しいですね美味しいあこれ気になりますなにこれアップルのやつあすかすごい赤いじゃ行きましょうおスパークリングのえ向こうの番組いつもこんなことじゃるんですかじゃあコブコブシャマえ一個参られ 前回俺ら何もなかったっすよ。水しかもなんかモンスターね。ハンターの収録っぽく。モンスターたちのね。フィギュアも飾ってあったりして頼すじゃあじゃあ乾杯。うん。これは狩りも頑張れるわね。 まあいろいろあるんですけど、なんか気になるあります？カレー。いきなり来ました。この回ってコラボから来ましたね。そうですね。あのハウス食品様とですね、コラボさせてもらってるあのカリウッドカレーと書いてハンターカリー。ハンターカリー。そうなんですね。二種類発売されるんですけれども、一つはあの今回のメインの村であるベルノ村っていうのが、まああのチーズが特産物で、それをイメージしたチーズカレーと、それとまああのモンハンといえばやっぱキノコ。 特産きのことかいっぱい出るんですけども、はい、そのイメージしたきのこカレーっていう,こう2種類ありますんで、えー、そこら辺もね楽しみにしていただければと思うんですけれども、うん、さあ食レポをしてもらおうかな<え>この美味しそうなカレーを食べてる手で <laughs> 順番にいこうかなちょっと短めのやつ これこれチーズです、うん、チーズチーズじゃあちょっと冷まして <laughs> <味>あチーズゴロゴロでかいなあ,あ伸びあ伸びあ伸びないかゴロゴロだからな伸びないな溶けてるかもしれないよ溶けてるチーズ溶けてるチーズ美味しいなあ<わ>美味しい美味しい あキノコはどれだキあこっちすごいですよキノコの種類が豊富なんか二三種類ぐらいありますからねいただきますねあいい匂いあこのねカレーのいいとがこう匂いだけでね空腹になっちゃいますかねカレーの匂いカレーの匂い割り込むな割り込むだラおうんうんうんおこれは特産キノコか今までねずっとこうね採取採集してねこうやって納品納品してたあのキノコの味がここで再現されるあこれあでも 意外とあれなんですね。癖になる味なんですね。あら<ー>あ。これはちょっと家に五つぐらいずーっとね、あの保管しとかなきゃいけないカレーですね。おいしい。チーズも癖になる味だ。やめろ。<laughs> <laughs> やめろ。おいしいおいしい。こ、まあのカレーを。<laughs> はい。おいしかった。本当にいつか食べさせてくださいよ。持ってくる持ってくる。初回しゃ絶対こう持ってくる。くる本当に<の>結構そのハウスさんとう,ん、うん、うちの あのちゃんとカプコンで味の調整とか実際に試食とかしてもうちょっとこんな感じでって詰めて作ったもんなんであの味本当美味しいですよ。いいですね。モンハンするときに何を食べるかって結構。そう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 。ねカレーを食べてカリーをするっていうね。カレーカリーだけにかなんかうまいうまいこじさあさすが。やめろ。モンハンラジオ。 モンスターハンタークロンスステーションこれが僕の狩り技スタイルイヘイ モンスターハンタークロスは今までのシリーズになかった派手な大技、狩り技と<業>自分に合った狩りのスタイルを選んで討伐が楽しめるえそこであなた自身の狩り技とスタイルを募集中しておりまして、はいえー、あなたの狩り技それは日常で使っているちょっとした技、うん、スタイルは毎日を過ごすのにこだわっていることやいつもこれをすることにしているなどですね、うんはい、ということで紹介していきましょうなるほどなるほどじゃあまずは狩り技ハンたーネームウサピンクさんからです、はい、僕の狩り技は、うん、異性とカフェに行った時 別のものを注文して一口ちょうだいって言って距離を縮める荒技です。ハイリスクな技で成功率は低くて引かれることの方が多いかもしれません。だそうです。<ー>でしょうね。いや、<laughs> これはこれはすごいですね。す無理、絶対無理だ。俺。照れるわ。い<や>なるほどとは思いましたけど、確かに僕も無理ですね。あ、でも、いや、これでも、これ。ね、モンスターハンタークロスにはうってつけのこの。ね、ハイリスク。ハイリターンな。 確かに。リスク高いとしか思えないんだけど、俺これ。ハイリスクローリタンですか。いや、人によるかな。人によるよね。人によります。人によります。はい、そういうコーナーだっけ。まるでなんか、このり技なんかこう、あ、じゃ、えっと、モンスターハンダクロスに採用しますか。しませんかみたいなコーナーなってます。え、うさピンクさんには、え、頑張ってね。え。 成功をしていただきたいと思いますけど <laughs> 仮技ね、発動して見事決めていただけたらと思います、はい、思いますわてくださいじゃあ今度はスタイルでスタイルいきますかねええー、ハンターネームマリアンさんからいただきましたありがとうございますえ私のスタイルはまずは匂いを嗅ぐ生活 です <laughs> 猫って初めて見るものがあるとまずは匂いをクンクンするでしょ<ー>私もあんな感じです気になったものはすぐにクンクンしてしまいます、うん、実は相手が人間でもそう,そうなんです、うん、え仕事とかで初めて会った人と挨拶をする時、えー、気づかれないようにクンクンしています、うん、そんな私のスタイルは匂いクンクンスタイルですまあまあまあ人によりますよね。<laughs> <laughs> それ全部そうですよっていうかこれなんか別に俺つないでく気づいたんですけど気付かれないようにクンクンできるってもこれアサシースタイルとかなんかそっちじゃないですか大人 <laughs> すごいね <laughs> でもなんか「あよろしくお願いします」<laughs> だからうんあーなるほど、ね、あこれ好きみたいなそういうやつ <laughs> めっちゃ上から。<laughs> うわでもいるよね、匂いがなんか好きっていう匂いフェッチの人。あいますね、きっと。でも会った瞬間からっていうのはなかなかコアな感じですよね。うん、そなん、ね、でもですからね。すごいね。すごい。なんでも匂いのかな。匂い、うん、匂いくんクンスタイルの使い手でしょ。うね、<laughs> あの食べたことないご飯とか見ると <laughs>、はい、ちょっとまず匂い嗅いちゃうじゃないですか。ある<ー>、うん。やったことないゲームとかも見ても匂いから行くんですかね。

<laughs> はいというわけで藤田 <laughs> そしてあなた自身の仮技とスタイルをメールで教えてくださいあの「ぽかぽかアイルー村」がデラックスになって任天堂 t e ー3 d s に新登場 いろんなアイルーたちを集めて村を賑やかにするスローライフが体験できる楽しさはそのままに新たなアイルーやモンスターとの出会い新施設木漏れ日の巣の登場などさらなる遊びが追加されているぞ2015年冬発売予定の「モンスターハンタークロス」へのセーブデータ特典も モンスターハンターシリーズファンも初心者の方でも存分に楽しめるのんびり賑やかデラックスなアイルーライフを満喫しよう！任天堂ンドー 3DS 専用ソフトモンハン日記ポカポカアイルー村デラックス大好評発売中！アップコンモンスターハンタークロス最前線！ コーナーでは、毎回モンスターハンタークロスのプロデューサーコージーさんから最新情報をド堂々とお聞きするんですけれども、今回は発売スペシャルということで、とっておきのゲストをお迎えしましたししま、うん。モンスターハンタークロスの一ノ瀬ディレクターです。よろ,すよろしくお願いします。あ、どうも12月7日は小島慎太郎の誕生日一ノ瀬康則です。よろしくお願いいたします。イエーイ 違う違う違う。あ十二月七日の誕生日なんですか？七、はい、日が小島さんが。<っ>あおめでとうございます。おめでとうございます。すごいなー。あ違う違う。クロスの<ん>肩書きを言って。あ、ごめんごめん。 モンスターハンタークロスそうですね改めましてディレクターの一ノ瀬と申します。よろしししくおお願願いいいたまますすということでいつもはねコジさんからプロデューサーとしていろんなお話を聞かせてもらっていますが今回は一ノ瀬さんにディレクターとしてのお話をいろいろとお聞きしたいと思います。はいいお願ししますどうた先生 あのですね視聴者の方々の中には「ディレクターって何ぞや!」という方もいらっしゃるかと思いますのでこうあのー、いかにすごい方かっていうのを、うん、ちょっといろいろ説明していただけると嬉しいなと。 思います。そうだよね。ゲームのディレクターさんってどういう役職なんだろうね。そうですね。うんうん。確かに難しいですな。そうね。で、ゲームメーカーによってまあ多少ね、やってることとかディレクターによってまちょいちょい違ったようにすると思いますけれども、まあイッちゃんがねどういうことやってるかっていうのはじゃあ簡単に説明してもらえるかしら。そうですね。えっとまあディレクターというのはええまあ小島え小島小島プロデューサーでまあゲームのお外 の、えー、仕事をやって、えー、いますと広報だったりとかそういったもので僕の方はディレクターってのはどっちかっていうとゲームの中の開発側のそうをどんなゲームにしたら面白くなるのかとか、うん、そういったものを、えー まあ、絵を描く人だったりとか音楽作る人だったりとかそれを実際にゲームの方にプログラミングして、えー、実際にゲーム機の方に映し出す人だったりとか、えー、そういった人に、えーえー、こういったものが作りたいっていうお願いをして、まあ、実際にそれを実現するために働く人が、まあうん、ゲーームディレクターですねなるほど、はい、ゲームの面白い部分の,その、まあ、核になる部分をしっかりと、まあ、考えて。 そのチーム全体を舵取りすすすするお仕事ででよよね現場ののボス監督さんみたいな様ですこのゲームは今回こういうところに打っていきたいとかこういう感じのちょっとなんかアクションとかこういうのだお題をちょっと出してディレクターと相談して、うん、ディレクターの方がじゃあそれやったらこういう,うなゲーム作りませんかみたいな話で,でこちらプロデューサーの方はそれをもとに。 まあ宣伝したりとか、まあ、あの予算ぶりしたりとかスケジュールの全体管理したりとかして、うん、でこう中身はそのディレクターが回してくれるっていうなるほどゲームの核を握ってるのはもっとディレクターなんでそのゲームのよし悪しっていうかやっぱりこう面白さのこうセンスっていうのはやっぱディレクターが良いとやっぱりいいのができるから「<ー>モンスターハンタークロス」は面白いよね。面面白白いいいすねと言ってたただけたらな いや面白いっていただけてるとんか噂は聞いてはいるので楽しん当に、まあ、ゲームの中身の方ですね、うんえー、世界観だったりとか実際に、まあ、どうすれば面白くなるのかとか、うん、プロデューサーから、えー、っと大きなお題、まあ、こういう人たちに売りたいよだったりとかそういうふうなテーマをもらってじゃあ、えー、そんな人たちに売っていくためにはどういうふうなモンスターハンターにすればいいのかだったりとか、うんまあ、今回新しいモンスターハンターを作りたいって話だったのでそういった人たちに向けて 既存にあるモンスターハンターをどう変えていけば、まあ、面白くなるのかだったりとか、えーまあ、いろんな人に、えー、新しさっっってててててののを伝ええいいけるか考く感じですね <laughs> まあ具体的にちょっと言ってると、うんえー、新しい村の例えばベルナ村とかマイフナ村とかも、えー、アルプスだったりスイスとかああいうふうなところをテーマにちょっとやったりたですけど、はい、ああいうふうなのをちょっと作りたいですとかっていうのは僕の方で決めたりとかして。 で、実際にそういうのを、えー、っと、絵を作る人たち、まあ、背景を作る人たちに、えー、作ってもらったりとかしている。感じでありますね。なるほど。<ー>じゃ、あ今日はもう、それこそ、ゲーム内で。これって、なんで、これなんだろうって感じたことを、聞いていける方に来てもらえたってことですよね。そう、そう、そう、そう。ちょっと、僕ね、やっぱ、あのー、初めね、あのー、うんうん、このラジオ始めて、うんはい、まあ、何回かやってきましたけども。ちょっと一個。 こうまあ、疑問に思ってることが一つあるんですよ。よ、うん、ちょっとそれを今回、ね、小島さんじゃないくて一ノ、はい、瀬さんだからこそわかるようなことを一つあるんですよ。一、はい、つ聞いていいですか？はい、あのカティちゃんいるじゃないですか。はいはい、カティちゃん演じてるのねシャマじゃないですか。はい,はい。はい <laughs> これね僕は,は出てないんですよモーハ,<う>ハンクロスは僕、うん、は出てないんですけども<う>これこカティちゃんがシャマーズに決まったのはねちょっとどういう経緯だったのかっていうのをねあの一応聞きたいなと思ってあのなんかこうおやっぱねあったのかなみたいなねいろんなえなにどうしたの <laughs> いや 怖いですすここれこれ直接聞くくの初めてな怖怖いいでよ、ね、大丈夫だよでまあ実際にお会いしたのも実は今回が、まあ、シャマとは初めてっていうか、はい、ではあるんですが、はいはい、実際収録とか、まあ、サウンドやってるメンバーとか、はいまあ、そちらの方が収録に行かさせていただいてでカティちゃんの役っていうのを、えー、取っていただいたんですけど、えーまあ、今回、えー、じゃなぜシャマ上田さん上シャマが、えー、カティて。 逆に選ばれたのかなんですけど、はい、えー、まあちょっとゲーム中の進行とかにちょっと関わってくる話になるんですけど、うん、あの歌をちょっとねあの歌うようなところがありましてでちょっとあサンプルでいくつかちょっと聴かさせてもらった中で、うん、一番こうなんですかね生の生感があるってったおかしいですけど、うんうん、うん自然な感じの歌声をされていたので。 うんなんかカティ役に一番ふさわしいなっていうのはチーム内とかまあ僕だけじゃなくチームの人間とか全員が結構、ね、上田さんがいいって話に <laughs> なってじゃあ、えー、カティ役をぜひこちらの方になるほど、えー、っていうところで、えー、選ばせてもらったりとか実は知っ、えーうん、ておりましたこれオーディションだったんですよそうですねあのオーディションやってあそセリフもあったんですけど。 歌も歌ってたんですけど <laughs> その時にやっぱりこう自然な感じというかその上田さんのそのままの感じも聞きたいですって <laughs> あのー、ティレクション頂い,いてそれで歌わせてもらったっていうのもあったのでなんか私もすごい覚えてますそのなんかこうあナチュラルな感じなんだなって自然体な感じなんだなっていうのはなんとなく覚えてますね。 協いしてなんかそのままな感じはえ受けたのでまあお願いしてよかったなとは思ってますね実際プレイしててもわかりますよねなんか別のところで話しかけてるときにこうピカ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 って音がしてなんだろうと思ってカティに近づくとあの首根っこ加えられてこうバターンする <laughs> はいそうよねなんかあぽいなっていうの思いますもんぽいぽいどういうことですかそれで、まあ、えいや,いやし,しっかりとしたキャラじゃないじゃないのよ <laughs> ちょっと待って <laughs> シャマ感シャマ感違うやん クールだ私クールな感じで今日行きますからね一体見たことないシャマ感がすごいあって変わっちゃうよカティの声変わっちゃうよそんなってたらあそっかそれはダメだシャマ感シャマ感シャマ感出していく感じでこのモンハンラジオではシャマ感でいいんだよ了解です全然カティとは違う感じだったんですかえ今までですか大丈夫ですカティ今までですクールなシャマがいクールなシャマを見してもらったことがないよね むしろ見たいいぐらでですよねそこまナレーション撮りの時はちょっとかっこいいなと思ったけどさすがセイフさんだなと思いましたけどダマスもねダマスもねダマスもね最初猫かぶってたんですけどねの々はお下から感じでいこうと思って猫かぶってたんですけどさすがアイルを扱うだけあって。 そうなのちょっともう一回大改改めて聞き直す。クールな上田ルイナ。来ましたきっと。設定ですよね。設定でした。あれ？こじさんこじさんこじさん印象変わりました？いやずっとこの。変わらないですよね。も一回目実は聞かさせてもらったので、でもクール感がどこにあったか俺もちょっとわかんないですよね。 ちょっとそれはまたあとで何秒後でなこう何分から何分の間ここ私クールっていうのを、ね、やってますけ、うん、継承しましょう,ましょう頑張って狩り技猫かぶり覚えてください。<え> <laughs> わかりまましたぶり覚えます <laughs> 超ビッグな ゲストをお迎えしましたはいハンターなら誰もが知ってる超有名ハンター安田大サーカスのヒロさんですヒロですよろしくお願いしますはいということで今回はヒロさんに20歳になったばかりのモンスターハンタークロスについて有名ハンターとしていろんなお話を聞きたいと思いますはいはいはいあはい。なんだいあのですね私まだ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 初心者でございまして知ってるよ <laughs> はいあのー、ヒロさんがどんだけ素晴らしいすごいハンターさんなのかをですねぜひお聞きしたいとああなるほどなるほどきっとそういうふうに思ってらっしゃる方もいるはず僕も知りたいですそうですね知りたいまあねいつぐらいからねハンされたかも含めてねなんかそうそうねどうですかね,ね<構> p BSP 時代、ねうん、そうですよねそのぐらいから初めてうん、ね、セカンド G とかそこらんですかね セカンドほんでもずっと発売するたびに予約はしとりあえず「つたに一時発売だったら5時から並び予約してるから結構まあまあ5時やったら誰もいないんですけどだからもうそれに並び冬やったら冬でもう半袖でいて周りの人に「バカかこの人」という目で見られたりほんまに何て言うんですかねモンハはすごく まだ発売してもらってすごく嬉しいことなんですけど、あの最近あのハン発売するじゃないですか、はいはい。クロちゃんからめっちゃ連絡くるんですよ。あ<ら>それも連絡くるんが、はい、まあ夕方とか昼前でまたいいじゃないですか。すね、夜中の3時とかで来るんですよ。<laughs> 今からや、まあ、クロちゃんも好きなんで、はいはい、僕今仕事終わってんだけど、どこでいけるんかなっていう。なかなかでその時間で結構ホットな時間ですかいやもう3時はさすがに。<laughs> やっぱり寝てるじゃないですかまあまあまあでもあの子朝までやらすんですよすごいタフでその前クロちゃん仕事行ってますよええすごいどんだけ好きやねんっていうぐらいもいやあのね先日というか発売前にねちょっとね体験会もね来ていただいてねなんかクロちゃんも来ていただいてクロちゃんもずっとみんなにいじられながら全然できてないやんっていう。 ずっと突っ込んではりましたねはいいやあとなんかねお車の方もあ車の中であの車のインバーターというやつをつけたらコンセットができるんですよでコンセットを束にして8人までできるように2組を組めるように僕の車10人乗りなんでそのために車凝ったんでえ 防犯のために車をキャラバンの12乗りというのを 2>, <laughs> 2パーティー組むためにそうです常人なら4パーティーぐらいをこう目標にして組むのに <laughs> <う>ちょうど後ろに8人乗れるんでそれで、まあ、2組ぐらいでやりながら。 十二時間。十二時間。一応だからあのトイレとかあるじゃないですか。やっぱり物科学し、やっぱりあのそのそういう公園を探そうですよね僕。ああ、なるほど。トイレのある。今都内では四箇所あるんで。便利なところ。あるんですね。原宿の方とイビスの方とかいろいろありますね。そういうところでずっと十二時間。浜口さんとかと楽しそう。ただあの人下手くそなんですよね。それ言っていいんですか。ええ。 あの、多分聞いてないと思う。大丈夫かな。まあ、じゃ、あそんなモンハンアイグの。ええ、たくさんあるヒロさんなんですけど。ついに発売になったモンハンクロス。こちらはどうですか。いや、これは本発売してくれてありがとうです。いや、ほんまに、こう、ほんま友達もまた最近会ってなかった人らでも。いろんな人と会うんで、やっぱりネットでもできるし。最近は、あの、小池徹平とかあるじゃないですか。あいつとかモンハンするんで、一緒にしたり。 がもういろんな人がだかその昔おてた人らがまた集まるみたいなそういうなんかサークルというかありますよね。ありますね。いいですね。なんかあのねネット上で全国の皆さんと遊ぶっていうのもね非常に楽しいんですけど。あ僕しょっちゅうしてますよ。ツイッター上で。面白い集めるんですか。そうツイッター上で今から部屋作りを。そうそういうのがねまた便利なんですけど。やっぱこう面と向かってね一緒にやるとまたね面白いんですよね。楽しい。楽しい。 そうなんですよね。なかなか帰りたくならんもんな。そうなんですよね。帰ろうと思わなくなりますからね。そうなんですよね。仕事は一時間後なのになあと思いながら一時間後。これ準備できねえな。どうしようと思いながら。気がついたらもう四時間経ってるみたいな。はくしてますね。みたいなトイレ行ってへんかったみたいな。なんでモンってあんなに時間が経つの早いんですかね。そうなんですよね。まあ、今回、いや、あの、その。 まあクロスで、はい、最初どの武器とスタイルとかでやってもらいました。僕はスラッシュアクスですね<ー>でストライカー。あ、ストライカー。カーあが一応ヨつ使えるんで、あ、ミット使えるんで。はい。あれはもう、だから他の僕バラ武士道はやってないんですよ。ああ、なるほど。<ー>ほどでも武士道でユミとかいいんそれガンナーとか。うん、そうですね。あのー。それ聞いたんで。まあ前だったらこうちょっと移動ね。 はいはい、回避とかもちょっと短かったりして大変だったはい、はいね、回避性のプラスとかつけてたところを、うん、ジャスト回避さえすれば、ね、当たらないとかいうのもあるんで、まあ、そういうのもうまくなればワンチャン増えるっていうねやられない可能性が増えるっていうところで人気も高いですよね、うん、だもっともっとちょっと修行して<ー>そっちにも行こうかなっていう。えー、今スラッシュ 一本です。ああ、はい。あとアイルをたまに。ああ、はい。やった。ね、いいですよね。おもろい。面白いし、可愛いし、まず強い。使い勝手いいですよね。ああ、でもね。ええ、まあ、あれも、もともと予定になかったんですよ。あ、そうです。はい、はい、はい。あの、まあ、一ノ瀬ってディレクターが今回やってるんですけど。うん。まあ、あの、モンスタークロスの、まあ、土台になる企画。 を作ってる時には4メインモンモスターで結構最初からあってその他細かいやつもあったんですけど、あのーまあ、僕的にそれでもすごい面白いと思ったし、はい、売れるなっていう内容でも面白かったんですけど、はい、なんかその、まあ、一ノ瀬やっぱりこうポータブルであのオトマイルを最初にね、はい、こう入れたりとかしてでやっぱこう人気がまたこう年齢層が広がったっていうところもあって、うん、思い切ってちょっとオトマイルじゃなくても使えるようにするっていうもう。 あの今回ナンバリングじゃなくてクロスっていう、うんまあ、名前も変わるしやろうっていうふうな話を振って、うんはい、で一ノ瀬2002か月間寝かされたんですけどその後、はいえー、<laughs> 結構いろいろ考えて、まあ、<講>そ,そのままやると本当に大変なんですよ。もうすでに予定スケジュールとあとどんだけの人,、まあ、人員がどういうふうな仕事をするかってもうあっい振り決まってたんででもその新,新しいこうユーザー が入りやすい窓口になるそういう風なところもちょっともしかしたらこれアイルーンにやらせるとやりようがあるかもねって、うん、まあいろいろ考えて2ヶ月後にこれだったらいいっていうのを出してきたもんが僕が想像してたやつよりもすごいのが返ってきてさすがやなと。でもこれでもう勝てると。勝てる これは面白いとあれめちゃくちゃ成功ですよねあ、えーまあ、ただねあの追加人員とお金に関してはこんなにかかるのって言ってたからそこでやっぱりこの金額をかけてでもやるに値する企画やと思ったんで、うん、だけどスケジュールは伸ばせないよっていうのはもう僕は無茶ぶりはしてるんですよ、うん、一之輔にでもそれに対してこの守れるしただこれだったらできるけどどうっていうのでやっぱりこそ がガチバトルというかお互いじゃあこれだったやろうっていうのでまあ会社からも OK もらって <laughs> まあやった結果やっぱだいぶとね こう面白い評価を受けてるんでやってよかったなと思いますね。うんだと僕も小西さんあのツイッターとかフォローさせてもらったんですけどもはい、はい、リツイートでいろんなね方々のやつをリツイートし,ー、ね、してるじゃないですか、はい、そのにゃんたへの反応がすごく多くて実際使ってても、うん、まあさっきも言いましたけど、まあ、強いのももちろんなんですけども強いと可愛い,いが同時にあるっていうのはこれなかなかないですからね,でねで装備が作りやすすいいいいっていうそうそですね。 だニャンター一本の方いますからね。そうですね。うちのお兄さんの浜口さんですけど、スーっとニャンターで行くんですよ。はいはい。いそうなってもしょうがない。いやでも気持ちわかるんやけどハンターでも来てほしいなあと思いながら。でも私もニャンター一本なので、なんか初めてそのモンスターハンターやらせてもらって、そう。ハンターとかしない人だったんですよ。そうなんです。でもあのアイルーがいてくれたことによってすごく馴染みやすくて。 操作もやっぱりハンターよりもちょっとこう楽にできるところがたくさんあったのですごいやりやすかったですね新規の方にはいいんでしょうねねそうですすごくんかとりあえずニャンターみたいなやつでも全然ありなんでねそう攻撃力もそうですもんねニャンターそうですねでサポート行動もねいろいろ覚えていけばいろいろ分取りとかやってくれるとちょっと嬉しいですからねあれ嬉しいですよねあのニャンターの僕ちょっと聞きたかったんですけどその技あるじゃないですか あれはレベルが上がったら増えていくんですか？えっとあれは、えー、クエストですね。クエストニャンタクエストをやっていくとでその例えばじゃあディノバルドだったりとかまあそうなこうそれぞれのモンスターがこう持ってるというかはい、はい、クリアすると何が覚えましたみたいなそういうシステムだ。そうなんです。これニャンタってどうやって覚えるんやろうってずっと思っててはい仮技とまあ似たような感じではあるんですけどね、うん、そういう感じなんですね。はい,はい、いやちょっと勉強になりました今日は。はい。 だってまあ、攻略法見ていただければ、えー、攻略も出てますからそ,そ,すそれ見ていただければ、まあ、そうそうゲームショップのとこにいっぱい積んでありましたよ「<laughs> モンハン部」は「モンスターハンター」シリーズ公式ファンクラブ登録無料で楽しめちゃうモンハンファン必見の携帯サイト「モンスターハンター」の最新情報はもちろん 部員限定のスペシャルイベントご招待やここでしか手に入らない限定グッズなどモンハンファンには見逃せない特典も満載登録無料携帯サイトモンハン部は毎週木曜更新アプコン皆さん買ってますかモンハンラジオモンスターハンタークロスステーション今回は 新年1回目ということで、うんうん、にぎやかにゲストのお二人をお迎えしたいと思います、はいね、お二人ともモーハンファンにはえ有名なハンターさんです。まずは、おじんおずぼうの高松さんです。うん、どうもー、猿年、年男のおじおずぼうの高松です。お願いしますすよろしくお願いします。そして、ラジマンダリ、西さんです。 どうも、フットボーラーの岩尾です。もうものまねやってますね。もうやばいわ、ほんま。岩尾さんが来たんですか。岩尾さんが来たんですか。けど。あ、岩尾さんね。ラジバンダリの西やけど、岩尾で登場しました。すいません。岩尾さん使ってるで。今回何人ぐらい出てくるんですか。これまあいっぱい出そうと思います。じゃ、あちょっと楽しみにしております。西さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。まあ、今回モンハン、モンスターハンタークロスについての感想なども。 聞きしたいんですが、はい、まあその前に番組初登場ということで、はい、えー、モンハンについての基本情報をね、ちょっとお伺いしたいと思います。まあまずは先ほどもちょっと出ましたけども、まあプレイしたきっかけというかですね、はい、ど,こどこのシリーズからプレイしているのかっていうのを、うんうん、えっ、ー、と僕は、うん、あの一番初めのシリーズから<っ>あのやらせていただいてるんですけども、あの一緒に住んでた後輩芸人がやってて、はい、それ見てて。 何それっていうとこから始まりいやこれ面白いから絶対やった方がいいですよっつってその後輩のあのゲームを取り上げて取り上げてずっとやっててでやっぱ初めてのファーストのシリーズの時に僕ずっと片手剣使ってるんですけどやっぱ片手剣でティガレックス倒した時の快感はいまだに忘れないですね相当苦労しましたけどねティガ強かったんで特にはい。 まああの達成感ってやっぱモーハン大事ですね。殺して殺して倒した瞬間のざまみろみたいな気持ちになるじゃないですか。やった勝ったでででカメラよっしゃあのあの瞬間を味わってからずっとこう前シリーズやってきてます。ああすげえなる。ほど 僕はもう p s p の時のセカンドですかセカンドからあの先輩、うんま、あの高松君も一緒の事務所なんですけど、はいはい、先輩のアメリカザリガニさんがやっぱりすごいんで僕柳原さんに初め勧められて <laughs> コもう一緒そうですメざり装備があったぐらいですから、はい、で兄さんたちに勧められてあと後輩のナス中西君たちに勧められてやり始めて。 僕ゲーム好きなんですけど下手なんですよだから何してんねん何してんねんってもう「3落ち絶対すんなよ」ってもうほんまに落ちたり落ちたりラジバンダになるんでそうなんですよこれがねめちゃめちゃほんまにもう怒られてばっかでねそうなんですでも怒られながら楽しくやれるっていうのがこの「モンハンのダイブ」です僕はもう剣道やってるんですけど今も現役ででまああの たちにこだわって、うん、いいですね。はい、ね、もうたちにこだわって、もずっとたちです。 今もクロスもタッチで誰に何と言われようがタッチ振り回すな邪魔すんなって言われてもタッチみたいな攻撃範囲がちょっと広いがゆえにねそうなんですよご迷惑をおかけするんですけどもやっちゃいますそういうふうにずっとね一本の武器を使い続けてる人用に今回のクロスっていうのはねその狩猟スタイルで4つあったりとかタッチの中でもいろいろ立ち回りが変わる感じの違いますよ違てなの違正沢に今来たからダジャレ出たんかなと思って。 正面でダマせニヤッとするやめてしまう。今それで気づいたけど。立ちの立ち回りですね。やめろ。おせえな。じまやめろ。時間さ時間さ。ごめんなさい聞いてなかた。えなんでですか。だからなんかあのモハンはあのクロスの方はスタイルがあるので立ちでもいろいろな立ち回りがあるということを。 うまい。うまいよ。改めてフューチャー。本当に。深さましてございますね。ありがとうございます。まあそのままタッチにして。ああ、そう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 。ちなみにえっとお二人はもちろんモハンクロスはプレイははい、してます。いや、片手剣もタッチも仮技がすっごいかっこいいですからね。かっこいいですね。あ、そうなの？はい。 片手剣もかっこいいめちゃくちゃ片手剣の仮技はもう使えるってもう評判ですよ。ああ確かに。無敵状態もあるとブレードダンスは属性武器持ってたら一気に手数がバン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 ってなるんで打てるし昇龍劇は気絶も狙えるんであれは強い昇龍劇ね当たった時気持ちいいんだよね気持ちいいすね。 あれでね裏顔筋とかガーンガーンめっちゃ気持ちいいです顎に今までやっぱ高さに片手剣弱かったですかそうですよねそれでやっと届くっていう嬉しいですねじゃあまだお二人はまあ借り技もまだちょっとスタートということでですお気になる借り技はしっかりと見つかってはないんですまだ探し中なんですねそうですね一応僕はあの混合人ああ硬くしますかはいあのやっぱり特に向かってくるモンスターに関しては もう混合紙を使って来た来た来たとってもう結構フライング気味で切り始めてていつ当たってもいいぞみたいなあれはなかなかいいですいいですねあ相当型なりますからねそうですそうですそうですここここぞって時に使えばかなりあれ使った後に移動された時のやばいやばいやばい走れない走れないよみんながあごめん俺だけちょっとマップ遅れるけどどこも行かないでどこも行かないで 混合芯は結構僕の中では使えるんじゃないかなっていう一気に切り逃げるしう全然関係ないですけどい,いいことしてみましょうか何アイルーいるじゃないですか、うん、アイルーんかこうジャンプ台みたいの置いてくれるんですよトランポリンみたいなそこでバーンに、うん、そういけるんですよ めちゃめちゃ可愛いトランポリン置いてくれモンスターと戦ってる時に今度みたいやここから飛んでみたいなあっほんまかわいいトランポリン置いてんなと俺最初何か分かんなくて何置いてんやろみたいななんだろうなんだろうと思ったらそれもパーン飛んで飛んでくれ飛んだでも乗れるそうそうそうガンガン乗っていくんですね なるほどね。これどんどん楽しみやねこれね。めちゃくちゃ結構いろんな新しい発見がいっぱいあるからめちゃくちゃ面白いですよ。技変えるだけで結構いろいろ戦略変わるんで変わるんす。はなるほどね。もうこれからや俺はもうちょっとほんなら楽しみ楽しみだらけやわ。まだまだ全然いっぱい出てきますよ。せやろなまあ。結構やったなと思ってもあれまだいっぱいあんのかって後とであと気づきません。どんどんこういやまだあんのかよみたいなぐらい。 あと今回は「どうもかもあり二、うん、つ名もありそうそう懐かしい孤立たちもたくさん出てきて」そうそう。るね、なるほどねうもうだからもうほんまあかんな見どころたくさんありすぎて、うん、ちょっとやばいね。うん もう早くやらないと判断早くやらないといけないんやけどもうなかなかねちょっとね仕事でバッタバタバッタバタしょってしかも一人やろ俺ピン芸人なんで今もうだからね一緒に手伝ってくれる人がいないからもうとりあえず一人一人でもう w i f i ついていってもらってもう地方でも一緒にやりましょうそうですね手伝ってくださいツイッターなりラインなりでいやほんまにもうそうなんです大体スカイプつないでやるんですけどね役者の友達と佐藤佑樹君って名前変わりましたけど佐藤仁君ってあの 元仮面ライダーのクワガタの仮面ライダー彼はい、ガタックさんとよくやるんですけど、彼はめちゃくちゃうまいんで、えー、もうほんまに。

んかそのガノトトスとかね懐かしいモンスターが出てくるのでちょっと1個テンション上がんなと思ったあれこれどうやってこれこっちの陸に引き出すんだっけ?」とかいろいろんか思い出しながら「釣り変える」でねそう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 あれどうだったっけなとかって思い返しながらやってるのがすごい楽しいです。ねかれるんだよ アイルーも釣れるからね。アイルーも釣れる。釣れるよ。釣,れるよ釣らなきゃ。そう。猫 <laughs> は魚好きですしね。そうだよ。そう,ね、そうだね。まあヤンターもね、うんはい、プレイするとまた違ったね、狩り方ができるので、うんで。そうそうそう,そうスタミナ減らないわ。寒さ暑さも関係ない。関係な本当ね,ね、特殊なサポートコードたくさんあるので、そういうことでね。 こう狩りの幅が広がりますしね。はい、結構ねうまいニャンターって本当に一人ぐらいパーティーに一人いると楽ですよね。ね<ー>なるほどね。サポート回復してくれたりとか、はい、アイテム消費しないんでゲージさえ貯まればだんだん回復もできるし。うん、落とし穴。ひどい落とし穴使うんですよ。ハンター使えない。独独<ー>落とし穴って。ってる。もう多分ハンターは多分これはあかんやろって使わない <laughs>、うん、落とし穴をニャンターはもう。 みたいなさらっと映画なでこれモンスターかわいそうやろっなるほど落とし穴はめるは毒にするわっていうの使えたりとかめちゃめちゃいいないですかやりたい一生懸命だからねハンターに比べてやっぱパワーがない分いろんな技を使ってこれモンスターを退治するっていうねそう一生懸命さの技でございますよ最初だってニャンターのシステム知らなくて人に教えてもらったんですけどこんなのできてんのみたいな だってアイル動かせるってすごいないですかすごいすごいすごい。でアイルにまたアイル2人連れていけるんですあそうなのです。アイル3人で行くんですよ。3匹だ匹だあらほら、めっちゃ感動するでしょ。あら俺もうそういう状態なのね、いやいやいやい分かる。いや僕もまあ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 、こう、あの、中盤ぐらいで知りましたもん。あっ、そうなのみたいな。なるほど。なるそう猫城さん

引きちぎたいじないの？そうですね。優しく扱わないでいいんですよ。ニャンタの方ですよね。ニャンタの方ですよなんだろうなニャンタの方。あゆはね連れてきてくれるね。そうですね。お嬢ちゃんです。カティちゃんです。私も毒毒の穴をええ使いますよ。あら怖い怖いわ。怖いね。したくないよそんな。可愛い感じとグらハナなんかいいよね。どんどん落とすぞ。